今日寒いね。モバイル充電してなかった。あるかな。デラメタに三脚伸びないんだけど。こんにちは。もうちょっとでキルトバトルだ。お昼の何時からだっけ。なんかそういうことあっちゃう。ここか。12時10分。ランちゃんところ？ランパーティーってこと？ん？違う。くるるん、くるみちゃんか。ランちゃんとこかと思ってた。ルンパーティー？ルン。めっちゃ見間違えてた。パッてしか見てなかった。リアルがミスの、みんなもミスのところ。私あれだ、公演中よいしょよいしょ。雪そんな降ってんの。ちょっと出てないから知らないよ。まだ見てないぞ。これは大丈夫じゃない？なんか雪で交通機関が止まっちゃったりとかがなければあると思うけど。普通に電車とかが動かないってなったら、もう全然動かないってなったら怪しいけど、普通に動いてそうだし大丈夫じゃない？今のところは。配信は1時間半ぐらいしますね。1時20分ぐらいまで。
まる、電車止まるほどではなさそうだから大丈夫だと思う。普通にあると思う、今日この公園。うん、大丈夫だと思う。そんな、なんか今日やばい子みたいな雰囲気では全然ない。普通にあると思う。明日波動か。メンバー誰だっけ、誰と一緒だっけ明日。前見たけど忘れちゃった波動。どこで見たら分かるっけ。明日だよね波動。どこに乗ってるっけこれ。どこで。ライナーさんと投げちゃうか。これページが見つけられなかった。この公式のサイトのさ、AKB のスケジュールってとこには載ってないんだね。ある、明日だよね、でもね。あるけど。あ、もう一回わかんないや。明日12時から、え？じゃあいつもと早いのか、いつもより。全然いつもと同じ時間帯だと思ってた。知らなかった。明日12時からなの？あ、早いな。明日12時からなんだ。え、じゃあ、ん？早く始まって早く終わるってこと？確かに集合早そう。12時からなら。早そう。明日も早起きか。頑張ろう。今日も早起きした。今日言うほど早起きじゃないか。本当は7時に起きようと思ってたけど1時間半ぐらいに起きた。8時半に起きた。寝たかったから寝ちゃった。明日早起きだわ絶対。何時集合だろう。早いから夜までとかじゃないってこととか。じゃあ明日夜普通にショールームできるか。え、ってことだよね多分ね。なんか波動ある日ってさ、あの夜結構遅くまでだからさ波動って。なんかいつも
夜あんまショールームできないんだよね、ちょっとしか。いつもそんな感じ。明日は普通にできそうだな。やったことだよね。終わる時間知らないの全然知らなかった。18時じゃないって、18時だっけ、いつも分かんない何くらいじゃないの。スタート早いな。12時からっていつも何時間ぐらいあるっけ、波動分かんない。え、12時から初めてあるの。スタートであさってお話し会、そう3時間ぐらいってことは12時からめっちゃ早く終わんない？ 3 時とかに終わるってこと？夜余裕でできるじゃんショールーム普通にそうなのか。今日髪型決まってない。何にしよう、何がいいと思いますか。髪型1日2回やった気が。あ、そういう意味だったんだね。なんかさ、デイなんちゃらって書いてあったからさ、デイって書いてあったからさなんかね、でもさ日にち一つしか書かれてないなって思ってたのよ。なんかその連絡が来てデイなんだっけ明日のやつわかんないけど2個書いてあって、デイなんちゃらデイなんちゃらみたいな、で日にち一つしか書いてないなとは思ってたのよ。でも自分が出る方の日にちしか書いてないのかなって思ってたら、そういうことね、昼夜で分かれてるんだ。いや、なんかデイ5から明日わかんないけどえ、そう書いてるからそう、なんか1日2回やると思ってなかったわその後にレッスン明日はないかな、ないと思う。やっていいって書いてあるからそう思ってた。そういうことが1日2回やるんだ、知らなかった。私が出るの Day5?Day6 があるのか、18時からなんか2日2日っていうかと思ってた。その2日間、2日間ってかそのさ、今までそうだったじゃん、1日帰ってやったじゃん。デイって書いてるからややこしいね。エペのせいか。エペとハドは別物だよ、あれは全く違う。あの、で波動皆さんした、あのなんだっけ、ゲージ上げたいのでぜひ、なんだっけあれ、あのゲージ上げるやつでは投げてください。あれめっちゃ大事だからね、あれで決まるからね勝敗が大体ちょっとは関係あるけど、人の人のうまさとかも、もうあのゲージエナジーか、
そう、それで決めちゃうんだよね、芸人のさどこまで行ってるかで大事なんでね。あ、もうちょっとでゲートバトル始まってきた。なので優勝したい、そろそろ旅行にも行きたいし、そろそろ優勝したいです。チーム B 初優勝ちょっと欲しい。チーム B まだ一回も優勝してないの、やばくない？シーズン1から優勝ゼロ、チーム B だけ。ちょっと優勝したいよ。まずい、今のままだと。したいな、した。そう、みんな旅行行ってるからな、そろそろ B も買って行きたいよ、旅行に。旅行に行きたいよ、私も。どこ行きたい？あ、北海道北海道に行きたい、私は。北海道か。え、これってさ、え、最近の旅行のやつってどうなの？なんか選べる感じなの？それとも決まってる感じ？なんかここですみたいな決まってるのか。北海道行きたい。リップ出す。あ、鏡にリップつけちゃった。あ、選べるパターンなんだね、嬉しいね、それは。北海道行きたいじゃん、一択だな、北海道。優勝したい、頑張ろう明日。なので皆さん絶対エナジー投げてください、めっちゃ大事なのエナジーが。ゲージは高くするのがね。あ、始まった始まった、ゲージバトル。こんにちは。スタンプ。取り立ての海鮮美味しい、絶対美味しいじゃん、そんなの。いいなぁ、期待。北海道お土産いっぱい買って帰りたい、北海道に行って。ロイズの生チョコと、あと生キャラメルも買ってみたいな。なんかいっぱい買って帰りたい、北海道行きたいな。今寒そうだな、北海道。寒そうだから、もうちょっと暖かくなってから行きたい。自分へのお土産、そう、自分への食べたい。白子ビト知ってるよ、食べたことある、美味しいよね、あれ。
れも買いたいな。いっぱい買って帰りたい。名言北海道行って北海道行きたい。いつかは行きたい。ねえ優勝明日頑張るわ。波動優勝したいからチーム B 初優勝ちょっと狙うわ。ジヒジ、ジヒジ行こうと思えば行けるけどさ、優勝したらあのその旅行のさ券をもらえて行けるんだよ。行きたくない？それで自費で行こうと思えば行けるけど、でも自費だったら行かないんだよね私。その手配するのめんどくさいからだからジヒだと 100% 行かないから。自分自分でいや、なんかその全部用意するのって大変じゃない？もうよっぽどもう行こうって絶対決めない限り、ちょっと行こうかなぐらいじゃめんどくさいじゃん。だからうん準備するから楽しい。うん誰かといたらいいけど、一人だったらめんどくさいな。いやもうよっぽど行こうっていう気になってない限り無理だな。そうあとちょっとで少々牛乳になってくるかな。もう一回さっき出たんだけど一回もう一回出てきそう。来た攻撃。いやーちょっと残っちゃった。お倒した倒したウィン勝ちました。お疲れ様でした。よいしょ。勝てた。自腹が嫌なだけですよ。自腹も嫌だけどだってさ波動優勝したらいけるんだよ。券用してもらって旅行券くれて、それどっちがいいかって言われたらそりゃ優勝でしょ。優勝でいいいけるそうでしょ。自腹の方がいいですなんて言うといないでしょそりゃいないでしょそんな人。しばらの方が嫌でしょそれ旅行優勝して旅行行けるんだったら私1時20分まで1時間ぐらい。いやー寒いな今日。部屋が暖房つけてるけど寒い。寒い寒い。
かんマフラーを巻いていく。雪だるまにならない。え、そんな雪降ってんの？私さ、まだ外見てないから雪がどれだけ降ってるとかさ、外がどれだけ寒いとか分かってないんだよね。え、そんなやばいの？え、めっちゃ降ってんだ。寒そう。雪降ってるのは知ってるんだけど、なんかツイッターで見た。どんだけ降ってんだろうと思って、とりあえずなんか写真だけ見てみた。検索したら出てきた。スイーツ持って、あ、そんななんだ。まだね、外見てない、出てもない。玄関のとこから見ようかなと思ったけど、見てない。スノーブーツ入っていた。スノーブーツなんて持ってないよ、そんな雪と無縁の生活してるから。持ってない、そんなもの。気温は分かんないからな。眠い。一番です、テンコロリン。コロナの。いや、いつだっけな、何年か、去年か、何年か前じゃないわ、去年？え？去年だっけ？なんかさ、雪降って積もってみたいな時あったじゃん。ちょうど1年ぐらい前かな、忘れたけど。おお、すごい雪積もった時あったじゃん。その時にさ、なんかもう地面がさ、こうもう踏み固められちゃっててさ、すごいもうスケートリンクみたいになってて私はその時普通に転んだな。もう歩くの嫌だったもん。積もってんのか、そんな降ってるんだね、知らなかった。まだ外見てないんだよ。ライブカメラ、ああ、なんか YouTube のやつ？でもこの携帯 YouTube 入ってないんだよ。見れない。見れないや。YouTube 入ってないこの携帯。電車遅れてんのかな？知らないよ。何も見てない。遅れたとしててもちょっと早めに着くようにしてるから大丈夫だと思うけど、そんなやばいのかな。すごい、なんか帰宅命令とかトレンド載ってるんだけど、え、そんなやばいの？わかんないけど、このツイートしてる方がさ、どこの方なのかがわかんないから。あれだけど。
すごい、なんかさ、どこだこれ、八王子駅前、日本のトレンド、トレンド、ツイッターのトレンドのとこ、はい、載ってる。どこ行った画像、なんか雪積もってる。今日は傘持っていかないとだな、ちゃんと。あ、すごい積もってる、すごい、めっちゃ降ってるじゃん、寒そう。八王子ってそんな寒いところなの、知らなかった。え、そうなの、普段そん、え、寒いとこなの、え、知らなかったあ、そうなんだ、知らなかった。あ、寒いんだ八王子もともと。あ、そういう感じ、八王子山なの、でもそれすら知らないあ、そうなんだね、知らなかったわ。山あるんだ八王子、知らなかった。え、そんなやばいの、大きい今日。うん、うん、わかんないな。見たけど、ここなかった。早めに出ますよ、今日は。今日早めに出る。マック行きたいから。マック行きたいから、早めに行く。あ、でもどうしよう、マック。なんかさ、急にさ、マックとサブウェイで迷い始めた。今、サブウェイってなんか、あれあるのかな？じゃあ、メニュー見よう。サブウェイのメニュー。サブウェイも好きなんだよね、私。え、おいしそう、これ何これ、ピザ濃厚エビビスク、オマールエビ仕立て、おいしそうじゃない、いいね、エビ、エビ玉ベーコン、おいしそう。いや、でもマックかな、マックにしちゃおうかな。サブウェイ今度行こう、うん、今度にしよう。サブウェイも好き、でもハニーマスタード、マスタードあんま好きじゃないあんま好きじゃない、マスタード無理だわ、モスは好きだけどハニーマスタードがあんま好きじゃないんだよな私いやでも今日モスは行かないな、マックだな。なんだっけ、スイートチリシュリンプ。これ。スイートチリシュリンプにする。なんだっけ、油淋鶏もいそうだけど、スイートチリが食べたい。これかなちゃんを決めた、スイートチリシュリンプ。そう、アジアンのやつ、これおいしそう。スイートチリ、チリソースめっちゃ好きなんだよね、美味しいよね、チリソース。
ラン食べたけどうまかった。美味しかったの？楽しみ。絶対食べよ今日。え、もう売り切れとかないよね？まだまだあるよね。大丈夫だよね。今日はマック。今日の昼ご飯。ローソンいろんなのあんまり。あーね、してるね。あれ食べたい、ローソンの生ガトーショコラみたいなやつ。それ食べたくってさ、昨日ローソン行ったからなんかそのデザートコーナー、スイーツコーナー見たんだけどなかった。その増量してるやつ、おにぎりぐらいしか売ってなかった。売り切れてたのかな。なかったですね。多分売り切れなかった。どうしよっかな。ポテトも頼んじゃうかな。ポテト値上がりしたよね。じゃ食べたい。それかうんポテト、なんかサイドメニューなんか頼もうか。どうしよっかな。シャカチキ、シャカチキ何年も食べてないや。シャカチキ、ポテト、シャカチキ、シャカチキいいね。どうしようかな。どうしよう。ナゲットもいそう。ナゲット普段頼まないんだよね。お久しぶりに食べるのもあり。おいしそう。お腹空いてきた。あーちょうど12時だからお腹空く。なんか気分で頼もう。ポテトにするかナゲットにするかシャカチキにするか。気分その並んで気分で決めよう。ちょっと決まんない。決まんないから気分で決めよう。続いて、いやナゲットもいい。ナゲットなんかソース期間限定のやつあるのか。うま黒にんにくソース、やみつきうま辛チーズソース。おいしそう。チーズソース、うま辛チーズソース。いやでも今日はナゲットの気分ではない気もしてきた。どっちなんだよって。おいしそう。食べたい早く。え、どんなんなんだろうチーズソース。わかんないな味が。しょ、マサ行かない今日。マサ好きだよ。好きだけど今日は行かない。最近行ってないな。モスモスバーガーが一番好き。あのモスだったらね、まあいろいろあるじゃんバーガーとか。普通のやつが一番美味しい。モスのモスはね。マックでハンバーガーはあんま頼まないけどさ、普通のやつなんていうん、こう一番王道のやつ頼まないけど、モスはモスバーガーが一番おいしい。僕
やつも期間限定、期間限定の時に行く時が多いから期間限定のやつかな。もう普段そのしょっちゅう行かないから。でもフルアフィッシュとかアビフレオとか、あとなんだっけ、江口スパチキ、ここら辺好き。何にしよう今日の最後に。どこ行ったっけ、メニューの欄。あった、さっきメニュー。シャカチキでも食べたいな。食べてない最近。ポテトもいいけど、ポテトはよく食べるから行った時に。美味しいけどね、ポテトも。シャカチキにしようか。やっと決めよう。やっと決めよう。マサの照り焼き食べたことないかも。うん。今日の髪型何にしよう。決めてない。何がいいと思う？今日の髪型。カチューシャとこうなんかさ、こうタンポポの決心でこうなんかつけるやつ、サンバイザーみたいなつけるから、それがつけれる髪型じゃないとダメなんだけど。何がいいと思う？昨日と同じやつできないんだよね、カチューシャつけるな。あれ津波はしない、崩れやすいんだよね私の髪型的に。空いてるからすごいボサボサになって、あの最後の方すごいそうボサボサになっちゃうから、ちょっと三つ編みはなんかイベントとか途中で着替えないような、イベントとか撮影の時にしか基本やんない、崩れちゃうんだよ。ツインテールできるよ、ツインはできる、ハーフツインもありだね。羊できない、引っかかるカチューシャつけられないんだよ。ポニーテは私が好きじゃない自分がしてるのあんま好きじゃない、ポニーテは母ハップはね前回やったんだよね、あのなんか横編み込みの母ハップみたいなやつ、それ以外やりたいの。できる髪型、カチューシャで引っかかんないやつだったらできる自分で決めて何にしよう、何がいいかなもうツインしかない、さっきから候補は。でもツインはよくやるから、なんか他のしたかったんだけど、でも思い浮かばないからな。なんか調べたら出てくるかな、なんてみんななんて調べてさ探してるの、髪型、可愛い髪型教えてほしい、どうやって調べてんのか決まんない、何がいいかな。今日の髪型、うん、分かんない。みんなどうやって調べるんだ？メンテルあんま好きじゃないんだよな自分の。
そんなに好きじゃないからあんまやったことない。もいいけど、なんだろうな、正面から見た時にポニーテールって見えないじゃん。だからかな、好きじゃないの。自分がなんか見える方が好きなんだよな。ポニーテール自体が嫌いってわけじゃなくて、自分がするとね、なんか違うみたいな。いや、サイドフォニアね、多分カチューシャ無理だね、あれ。ちょっと幅が広いカチューシャだから。いけるのかな、わかんないや。どうなんだろう。まあまあ幅広いけど。ちょっと後ろ目だったらいけるのか。でもちょっと後ろ目、わかんないや。サイドフォニアしたことないから。うん、多分やんない。サイドフォニーは昨日の髪型はできないからしないです。うん、カチューシャつけれないんだよな、昨日の髪型すると。まあ後で決めよう。後で決めるよ。ローテーション？いや、ローテーション決めたらつまんなくない？つまんない。それは。つまんない。後で選択肢少ないよ。でビコエンは特にね、カチューシャつけるから、そのなんかできないやつ、カチューシャつけづらいやつはね厳しいんだよね、やるの困っちゃうからできないと、カチューシャできないと。なんで喋って出てくるかな、可愛い髪型。こういうのインスタだよね、多分。何でしょうか。カチューシャでもいけそうなやつだよね。いきに調べるか、言ってる時に。ウィフライもね、私一時期やってたけど、ウィフライするとさ、片方耳出せないから、耳出したいんだよね、こっちの方が重く見えちゃう、髪が。時々しかやんないよ、だからエビフライ。なんかないかな、調べてるけど難しいな。
前回したからね。やめろ。先週の B 公演でハフハフした。違うのしたいんだよね、前回とは。後で決める。髪型坂道って系、坂道さん系ってなんかおろしが多いイメージ。ストレートのおろし、巻きおろしとかなんかいろんな髪型してるイメージあんまないんだけど、まない。まあなんかヘアリントめっちゃしてるみたいなイメージないや。坂道さんはイメージだけど、ただの。エンジがしたいから背が取れてこなさそう。自分がしたいの。まあ後で決める。後で結局後で決める。いつも通り、いつもこういいけど後で決めれば。だって公演前にさ、髪の毛してもらうときにまでに決めればいいから。まあ後で決める。クマできないんだって、カチューシャつけれないんだってできないんだって、クマも羊も当たっちゃう、カチューシャが。できないんですよ。怒られるからできない。でつけれないからいっかじゃないんだよな。つけないとだからユニットだからさ。でみんなカチューシャでしょ、ユニットの衣装だから髪飾りの効果もできないし、ユニットだからね、効果も厳しいし、髪飾り無理なんだよね。全体曲の髪飾りだったらまだ変えれるけど、カチューシャ無理なんだよな。あのユニットだから、でみんなカチューシャだし雫だったらいける。雫は、うん、ないから。カチューシャとかあるけど、ユニットでカチューシャがないから、うん、できる。オープニングの衣装カチューシャとかあったりするけど、まだね、変えることもできるから。あと中盤のベレー帽とかもあったりするけど、あれもね変えたりできるか。できるけど、いこうユニットだからね変えれないんだよね。髪型は後で決める。結局後で公演始まる前、ヘアメイクしてもらう時に、ヘアメイクしてもらう時に後で決めます。結局ちょっともう決めれなかったから、後でもう寒いしお腹空いたよ。早くショールーム終わったらもう急いで行こう、買いに行こうもう食べたいけど、今食べるとさ、後でマック食べるからちょっとあれじゃん。後でね、お腹空いた。黄金糖食べてもいいかな。黄金糖だけだったら別にいいか。黄金糖
いか。あとお腹すいたんだもん。分かった。めっちゃ凍る。ハメン出かける今日。ジャブハメン出る。マック行くから。ご飯食べる時間を確保するためにハメン出る。まだあったの。この間食べてこれ。なんか全然入ってる。1個しか食べてない。今食べて2個目。全然食べてない。この前買ったやつ。マック行く。おいしい。確かにカイロ持っていく。でも公園中触んないし。どうしよう、迷いどころだな。いや、なんか手袋、どうしようか。手袋つけてこうかな。ハモイフ。手袋あるでかい、でかい、なんていうの、スマート機にそうかさばるんだよな。可愛いんだけど、メリジェリーの自分で買ったんですけど。つけてこうかな。でも今日寒いし、まあどうにかなるか、スマート機。まあ大丈夫か。なんか持ってく、ちゃんと。寒い。袋。うさぎの手袋。これ。なんて。袋だから、ミスト同化してるわ。でかい。かわいい。見たんです。顔が美味しい。つけてこうかな。すごい、服と同化してる。真っ黒。何も見えないわ。同化してる。今日全身真っ黒、ズボンも黒。レッスン着だからね、ダメです。
これつけ、うん、これつけてく。手袋、これ、これ。マフラーは黒じゃない。マフラーなんか緑みたいな、緑のチェックの。中学生の時に買ったやつ。買ってもらったやつかな、買ったやつかな、忘れちゃった。中学生の時からずっと使ってるマフラー。5年ぐらい使ってる。全身真っ黒ですけど。マックでアジアのジューシー食べる、なんかスイートチリシュリンプだっけ、それエビのやつ、それ食べる。エビ、もし風に飛ばされてなくしたことないな。そんな飛んでいったことないかも。あんま帽子かぶんないから、そもそも好きなんだけど帽子、もうかぶんないんだよな、持ってるけど。寒いよ、17度、 17.8 度、寒い。17度でも エビいいよね、エビ。スイートチュリーシュリンプだっけ、合ってるかわかんない。そう、ドラグ今日最終日なんですよ。買って終われるといいけどさ。のおもちゃみたいな、ハッピーセットのおもちゃ今何か知らないや。知らない、今何なんですか、ハッピーセットのおもちゃって。ちっちゃい頃食べてたハッピーセット、最近食べてないや。時々めっちゃ可愛いのやってるよね、ハッピーセットのおもちゃ。今何なのか知らないけど、グルメ、あ、なんかちょっとだけ見たことある、なんかテレビつけたらそれが流れててみたいな感じで。充電がない、いいでしょこれ。ハメ吉、タヌキチか、ハメ吉、なんかちっちゃいやつか、それ、え、ちっちゃいやつ、なんていうタヌキチか、これはなんだっけ、なんかいなかったっけ、つぶきちみたいな、いなかったっけな、いるよね、
狸ですね。動物の森のキャラクター、これは狸違うなんだっけ、どうなんだっけ、調べてみよう。マメキツツボキツタヌキチ、これは何、これタヌキタヌキチツブキチマメキチ、これは何、これどれ、わかんない、これどれだろう。ちょっとわかんない。これこれタヌキチ？似たような顔だからわかんない。でもタヌキチ、タヌキチはね、ちょっとね目がね半分しか開いてない。じゃあ違いそう。これはいやでもえ？でも目の色的にはタヌキチなんだよ。これなんだろうね、わかんない。これ商品名で喋ってわかんないけど、ジェラートピケ、ジェラピケのさ、この集まる動物の森とコラボのシリーズめっちゃ可愛いの。あつ森とコラボの、どれやろう、これか、つぶ豆ジャガードブランケットって書いてある。あ、両方だわ、つぶ吉と豆吉だ。これはタヌキチじゃなかった。これつぶきちとまめきち、どっちがどっちかわかんないけど、両方たぬきちではなかった。たぬきちはね目がねここぐらいまでしか開いてない、ここら辺まで閉じてる。これたぬきち、これここまで閉じてた。さっき調べたらわかんないよ、顔一緒なの。わかんない、私もこれの区別。可愛いよねこれで、ちょっと大きいんだよねこれ、持ってるさ膝掛けの中で、ちょブランケットだからこれちょっと大きくってよく使ってる。家にある膝掛けちょっとちっちゃいんだから、膝掛けでも夏ぐらいだったらそれでいいんだけど、冬はねちょっと大きい方がいいじゃん。でも布団まで行くとでかいじゃん。布団まで行くとちょっとサイズがでかいから、このぐらいがちょうどいいんだよ、ブランケット。ほら布団ほどは大きくないけど、膝掛けよりかはちょっと大きいみたいな
サイズがいい。膝掛け、そう膝掛け大事。膝掛け年中使ってる。夏でも、夏でも使う。冬も使う。冬は寒いからだけど、夏もなんか使ってるなぁなと思う。ジェラピケですこれ。どこか書いてる。ジェラートピケ。ジェラピケ。なんかいただいたやつプレゼントありがとうございます。めっちゃ使ってる。寒いから雪テンション上がらない。え、なんかちょっと見るぐらいだったら上がるよ。でも地面が凍っては全然テンション上がんない。歩きづらいのは全然テンション上がんないかな。それはなんか雪降ってたら、あ、降ってるみたいな、積もってたら積もってるってなるけど、ちょっとテンション上がるけど、でも地面が凍ってるまで行っちゃうとそれはテンション上がんない。歩くの嫌だなってなるじゃん、それは。だって地面凍ってたら歩くの大変じゃん。滑るし嫌じゃん、転んだら。だから雪が積もるの見るのはいいけど、凍ったら嫌だな。大変だからね。もう踏み固められた状態の道歩けない。あのスケートリンク間違いなく凍る？最悪だよ。明日波動だからやだよ。波動前に転びたくない。やだよ。波動で動くから。やだ。やだな、転びたくない。その波動の会場まで行くだけで疲れそう、凍ってたら。もう歩くのに神経使いすぎて疲れそう。それで難しいか。年にそんな数回レベルなのに。今日と明日の食べる時に買うそのブーツを。全然履かないな。本当年に1,2 回程度あって3回とかぐらいじゃない？雪が積もるなんて。その全然履かないのに買う。雪の上で波動？危なすぎでしょ。危なすぎ。夏で外見るの楽しみだわ。まだ見てないからさ、外どれだけ雪降ってるとか知らない。どんだけ降ってるのかな。
昼からだったら出かけるときは変わってるか。え、そうなんだよね、波動ね、明日お昼かららしいんだよね、12時から。今日知った、さっき知った普通に夕方18時とかからだと思ってた。お昼だった。だから変わってないといいけど、多分朝出るから。変わってないといいな。うん、さっき知ったいや、なんかなんか違和感感じてたのよ、そのさ Day5Day6 のメンバー書かれててさ、その連絡が来た時にね、公式で発表された時じゃなくて、連絡が来た時、これが入りますっていう、何日にこの仕事入りますっていうのが時に、日にちが一つしか書かれてなかったからえっと思ってたんだけど、自分が出るところしか書いて、日にち書かれてないのかなって。 Day6 は別の日だけど自分そっち出ないから書かれてないのかなぐらいと思ってたんだけど、そう、1日2回やるパターンらしい変だなと思ってたけど、その自分が出ない方も書かれてるのかな、え、なんでだろうと思ってたんだけど、出ないのに書かれてるから、そういうことだったらしい。3月かな、ハート出るのって、それもう発表されたやつだっけ、されてるかが分かってない。そしたらね、夜配信できるやつに、終わるの早いから多分、始まるのが早いからさ。やばい、お腹空いちゃった、飴全部食べちゃった、さっき食べ、全部っていうかさっき食べたやつもなくなっちゃったから、お腹空いたよ、ダメじゃん、お腹すいたの変わんないってダメじゃ変わんないわ。お昼の、あ、3月かも発表されてるね、そう、出るの知ってる、この間知った。そっちもお昼か、ポテチ食べな、ポテチない、ポテチ好きだけど、でもこの後マック行くんだって、マック前にポテチはジャンキーじゃん、すごいな。今日傘忘れないにしないと、傘すぐ忘れる。傘絶対にいる、傘なかったら濡れて帰んないといけない、絶対いるわ。なんか1日イベントもありますね、なんか地面に発表されてたやつ、なんだっけ、ドットエール、トゥエルフェス2周年スペシャル3月1日イベントです。マックやポテチ、マックでポテチあったらいいんだけど、ないからな、うん、お腹空いたよね、私もお腹空いた道今何か食べたいんだけど、この後マック行くからって思って食べれないでいる何か食べたいんだけど今、とてもやめは食べちゃった。
あなたマック行くから普通に食べるからマックで。うわ、我慢我慢、後で行くからね。マックでポテトは必須。え、今日はねポテト頼まないつもりでいた。ちょっと邪道飲むヨーグルトないですね。今飲むヨーグルト準備してないよ私別に準備してないです。結構な結構なさないでしょこれ。あとは鏡入れたっけ。後で確認しよう。メイクポーチと化粧水とか入れた。鏡とリップか。あとなんか。でも茶袋とマフラーぐらいかな。あ、モバイル。あ、え、充電終わってる？あ、終わってる。見える？四つついてる。よし、よかった。終わった。待ってた待ってた。これいいんだよね。これさ、この充電のやつがさ、こうコードがついてるから、ここにもうすぐできるのがいい。よいしょ。向こうのさモバイルもあるんだけど、こっちは別でコード持ってかないといけない。これついてないから。薄いし軽いしコードついてるし。ケース買えてないまだ。え、なんか昨日買いに行こうと思ってケースあるかなって見たら全然なくって、スマホケース売ってるお店が買えなかった。まだこれ100均のケース、これ透明の。なんか買いたいんだけど、どこ行けばある？スマホケースって可愛いのいっぱい。どこに、みんなどこで買ってんの？学園にコンセントあるよ。あるけど私の学園の席のところにはコンセントないんだよね。なんか可愛いね、スマホケースのお店があってそこで買おうかなと思ってるけど、でもそこ行ってないから最近。そこの近く、今度行く。今度ずっと今度って言ってる。でも買い替えたいんだよね、100均のから。卒業する、100均のスマホケースから。めっちゃっと更新されてる。今は私30点。いいですね。このまま夜も勝てば12345位かな。多分5位と割れる。いいじゃん。最後ミスさんところかな、戦うの。嬉しい。何位までだっけ、これって何位までだっけ。嬉しい、5位。いけそう、頑張ろう最後まで。ちょっとこっち、なんか達成したミッションがあるって通知が来て、9時も
よし、受け取った。16時から18時メンテナンス、わかった。でもその時間帯忙しそう、メイクしたりで18時半開演でしょ、メイクしたりとかリハしたりがあるから。今日のお弁当何かな、今日お弁当持って帰ろう、持って帰ってきてから帰ってきて食べよう。だってマーク食べるからお昼は。持って帰ってきます。いや配信するときに食べるか分かんない分かんない、普通に配信する前に食べちゃうかも分かんない、その時によって帰ってきてから。20分だ、ランキング読まなきゃ。ちょっと飴のゴミを片付けてた。13位からランキング読みます。13位、マサムネさんありがとうございます。12位、バトニーさんありがとうございます。あ、なんか前髪今日なんか長くない、気のせいかわかんない。よいしょ11位、ハッピーサッピーさんありがとうございます。前髪気になるから駆使しよう。10位、まるさんありがとうございます。9位、ケンキザキさんありがとうございます。8位、リオさんありがとうございます。7位、みずきアットマーク公演楽しみだよさんありがとうございます。6位、香港のはるまさんありがとうございます。5位、大政アットマーク015さんありがとうございます。4位、ずうしみけんすけさんありがとうございます。3位、まぼろいさんありがとうございます。2位、おまめさんありがとうございます。そして1位が安則さん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう、ね、ありがとうございました。いいよ、また夜公演終わって帰ってきたら配信します。10時、11時とか10時半とか11時前、でもそこら辺でやると思います1時間ぐらいかな、いると思うんで、これを持って帰ってきてやります。夜の配信でまた。じゃあまた後で。じゃあ私はお腹が空いたのでマックに行ってきますね。お昼ご飯マックマック食べたい、ご飯マックマックじゃあまた夜の配信でありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとうございました。またね。